川瀬昌司、元日本ライト級1位。彼もまたボクシングという麻薬に取り憑かれた一人だ。この8月、彼はまた再びリングに立つことを決意する。さあ、ケイさん。はい。いよいよ、今日ですね。今日は世界戦ですか。そうですね。はい。なぜまたリングに、はい、そうですね。リングになんで戻るかってことですよね。そういうことです。ボクシングはやっぱ麻薬と同じなんで、やりたいんですよね。そうなんです。でまた戻りたいっていうのもありますけど、でもまあ僕は実際もうプロには戻れないので、はい、ということでまあこうなんていうんですかね、こうスパーリングっていうことでちょっとまあ試合みたいな感じでちょっとやるんですけど、それをやはりその、まあ、やってくださる方が、まあ、ちょっと階級下なんですけど、はい、やってくれるということで、ちょっと久しぶりにちょっとやってみようかなと思いました。なるほど、はい、今日あれですよね、はい、確か聞いた話だと、はい、体重差がかなりあるっていうことで。そうですね、ほんと10キロぐらい違うんですけど、それでちょっとグローブハンデをちょっと置きたいと思いまして、まあ、彼が8オンス、もうほんと試合と同じようなグローブですね、はい、で僕は16オンス、まあ、倍ですね、を使ってちょっとやろうかなと。なるほど。そうなんです。なので、まあ、彼のは体重軽いので、まあ、スピードあると思うんですけど、まあ、そのスピードに負けないようにやりたいなと、はいはい、今日何ラウンドでしたっけ。一応 1,2,3,4,5 ラウンドです。5ラウンドですね。5ラウンドなんですけど、まあ、5ラウンド多分持たないと思うんで。なるほど、はい、ちょっと早めにちょっと終わらせたいなと。そういうことですね。思います。はい。楽しみですね。楽しみですね。やっぱスリルがあるんで、はい。やっぱその、いくら体重違うという家を、相手8オンスなんで、まあでもそうですね。多分、まあ当たらないですね、僕には。なるほど。はい、そうです。うん、わかりました。はい。じゃあ、僕も試合楽しみ。はい。試合というか、まあ試合ですよね。そうですね。はい。楽しみにしてます。まあ、ヘッドキャラはつけるんですけど、はい、ちょっとまあ楽しみにしていただいて、やろうかなと。わかりました。はい。楽しみに。お願いします。
パーソナルをやってもらって何度かやったことはあるんですけど、はい、今日は動きが本気っぽいですね。結構気合入ってますよね。入ってますね。僕が知ってるカースさんじゃないです、はい、師匠でありますが、はい、教えられてることを、精一杯出せるように頑張ります、はい、楽しみにしてます。よろしくお願いします。ありがとうございます。いよいよですね、ゴングですね。マジないですよ、この緊張感たまらないですね。何年ぶりでしたか？8年ぶりぐらいです。いよいよですね。す、久しぶりのリングを確かめるのもつかの間、会心の右ストレートがヒットする。この間のトレーニングの成果だろうか、思いのほか動きは良さそうだ。相手の攻撃もしっかり反応して対処している。体格差を生かしてプレッシャーをかけている。第一ラウンド終了。見た目には上々のスタートのように感じるが、すでに川瀬の足には異変が起きていた。後から本人から聞いた話だが、今回のリングのマットは想像以上に柔らかく、足腰の踏ん張りが非常に効きにくい。力強いパンチを打つたびに足腰への負荷は計り知れないものになる。えらい。えらい。足の異変を相手に感づかれないように最大限の力を振り絞って動き続ける。相手との距離感を絶妙に扱うプロ41戦のキャリアの賜物である。左ジャブで距離感が掴んでいるようだ。左が当たるということは右のパンチも当然当たりやすい。ボクシングのセオリーである。ボディーワークを使いパンチを外している。
1ラウンドに比べると明らかに足の動きは鈍っているが、上半身のボディーワークでなんとかかわし続ける。両者序盤に比べ動きがだんだん激しくなってくる。右のアッパーは完全にタイミングをつかんだようだ。要所要所で相手の出鼻をくじいていく。そして渾身の右ストレート。やや疲れが見えてきて、相手の攻撃を正面から受け止めることになる。前のラウンド明らかに疲れが出てきたカーツだが、このラウンドはまた息を吹き返したように攻めていく。そしてもうタイミングをつかみきった右アッパーが決まる。体格差を生かしてプレッシャーをかけている。
やや動きが単調になったところで相手のカウンターを食らってしまう。だいぶスタミナが落ちてきたのであろう。上半身だけでボクシングをするような感じになってきた。足の動きがないため相手のパンチもところどころもらうようになり、スタミナの衰えは見てはっきり分かるようになってきた。コンビネーションブローがほとんど出なくなり、パンチが単発で終わるようになっている。体力的には限界点に近いのであろう。ボクシングを始めた人間が誰もが口にする。ボクシングは麻薬と一緒。一度始めたらなかなかやめられない。その言葉を噛みしめるかのように、お互いの拳と拳で語り合う、そんな表現がぴったりである。体が言うことを聞かなくて無心でパンチを繰り出す、それがボクサーです。リングの上でしか味わうことができないこの感動、感激、それを求めるがゆえに苦しいトレーニングを耐え、ただひたすら己の魂を研ぎ澄ます、そのトレーニングの積み重ねがボクサーの形である。戦うボクサーを見ていて本当に美しいと思う。本当にこれは味わったことのない人間でないと、もう分からないものであると実感する。
熱っ、これはやばい、年々やっぱやばいですねこれ。これもありますか。あー悔しいな。またやりましょう。ぜひまた僕の足使いましょう。足使いましょう。回りまくって体力削っていや本当ですよ、僕体力削ったら多分こう。いや正直あんだけ回ったけど2ラウンドの年ぐらいからスピードめちゃくちゃ遅くなったもん。逆に言うともっとボリューしたって思ってたんですけど、そもそも足を上に乗ってくる。スパー楽しいですね。やっぱお店らの違いますね。ここらやっぱり全然違いますね。埋まりますね、やっぱ足が。あもうリベンジですよ、ゆうらさん。お疲れ様です。リベンジです。どうでした。いや思ったより手が出なかった僕の思った以上に出なかったです。マジですか、はい、いやいやいや、でもあめちゃめちゃ迫力ありましたね。多分迫力があったら多分吉田さんに救われました。すいません、お疲れ様でした。どうでした。いや強いですね。次やるときは足を使う練習をして。なるほど。体力を削ってから、はい、あの途中からはパンチ落ちてる。、はい、すいません。いや素晴らしいですね。お疲れ様でした。まだ次はありますよね。あれね、またお互い持ってきたいで、はい、まあ、11月にワイシファイトがあれば。あー、そうなの、はい、セレビー文字に使ってますから。あ、そうなんですよ、あの、親父ボクシングが出るんですよ。なるほど。セレビープロジェクトの名前を借りて。なるほど、なるほど。やるんです。ぜひぜひ。なんか、その試合とかもね、行きたいですね、これでね。そうですね、はい、セコンドに来てくれない。あ、僕は無事で行くんですけど。マジですか。カメラも。ぜひ 3B チャンネルのためにやっていただきたいです。ここらでちょっと焼きそば食ってるんです。吐く焼きそばか牛丼しか食べてないです。焼きそばしか牛丼しか食ってない。でも皆さん、はい、あの先ほど紹介したあの、ウェルター級の新人王、はい、すごい僕のこと見下しながら見てました。こんなもんかい。あそうですか。じゃあ一言もらいましょう。どうですか川瀬先輩は。いや本当に皆さん、はい、この人あのこれしか言ってないんです。お腹で思ってると違うんです。本当にいや今日見させていただいたんですけど、すごい動きが良くて、本当に勉強になるところばっかりに。あ本当ですか。すごい結構僕も貴重な時間でした。そうですね、半世紀以上生きてると大体人の本心が分かるようになってくる。そんなものです。彼はそんなぜひあの、ね、頑張ってください。ありがとうございます。ウェルター級でずっとやられるんですか。そうですね、ウェルター級で今後もずっとやっていきたいと思ってます。なかなかね、日本ですとその中量級が大変ですけどね。そうですね、でもまあ一発で逆転とかもある階級ではあるので、はい、まあ、チャンスはすごいあると思います。 あ、はい、ありがとうございます。すいません、登録者が少ないあの 3B チャンネルです。あ、そうだ。はい、まあ、その時もあれでもう気が抜きましたね。あ、そうですか。あ、少ねえんだみたいな。ありがとうございます。はい、いや本当今日お疲れ様でした。